目的を考え中の動画第2部、始まるよ。と、その前にこちらの映像をご覧ください。こちらは FPS 視点で街を鑑賞できるモッド、名前はまんま、ファーストパーソンキャメラです。こんな感じで街を探索できます。いい仕事してんねえ、道理でねえ。こうなるとインターフェースがちょっと邪魔でございますが、それもこうしてこれこれちょちょいの。ご覧の通り、隠すことが可能でございます。こちら FPS と同作者さんのモッド、ハイドユーザーインターフェース。投稿時点ですでにモッド30種以上、アイテムは3000種以上も Steam にアップされています。ゲーム起動、モッドチェック、同期ボタンを押して、モッド一覧で、するだけのお手軽導入です。皆さんもお好きなアイテム、モッドを探してみましょう。私だ。というわけで本編開始です。前回1600人達成のご祝儀マネーをもらったので、財政が潤った状態での再開です。アンロックされた商品1号、公園を試してみましょう。公園は住民満足度を上昇させます。今作では安い公園ほど範囲が広く、効果が薄いようです。高い公園をドカンと中心に建てるか、周辺に安い公園を増やすか、考えどころです。作ったのは一番小さな公園、設置線の維持8。今はこれで十分でしょう。やあれ市長の皆さんご商談あれ、開発エリア拡大のお時間にござい。周辺の環境とにらめっこしながら、どこを伸ばすか試案いたしましょう。その1で盛大にガバガバなことを言いましたが、つまり初級マス、モッドで25マス開発可能です。開発はどの方向に伸ばすことも可能です。正方形でなくとも、合計9マスならどこでも伸ばせます。その最大範囲である25マスまで開発してしまうのが、モッドというわけですね。なるほどなぁ。新たに開発可能となったエリアを走る道路と、工業地帯の道路をくっつける作業をしております。ページアップキーで道路の位置を上げ、鉄道の上を通る立体的な作りに変化させました。この方法を駆使すれば、立体交差など思いのまま、空間をうまく利用した都市づくりもできましょうぞ。私はやりません。三次元チェストか頭壊れ。工業機体のため右側に遠征しましたが、農業ができると分かった今では、言って無駄でしたね。交通の便は良くなることですし、よしとしましょう。郊外に郊外を撒き散らす、錆びれた工場地帯があるというのも、田舎にとっては茶飯、インシデント。微笑み一丁目の下に新たな住宅地をこしらえれば、北と東に交通網ができて便利にござりましょう。それはそれとして、工業地帯もちょっと増設。電力が足りなくなり申した。まずは発電所を建てるべし。現在微笑み一丁目の人口は約1900人。住宅地もいっぱい、新しい土地開発が必要ぞ。発電所を増やしたので支出だけ上がってしまいました。予算が貯まるまで、ちょいとカットいたしましょう。収入がちょっぴり増えました。予算も1万6千まで回復。ではこれを元手に、微笑み二丁目の開発を。せずに消防署を建てちゃった。まだモッド導入前で、火事による廃墟が煩わしかったんでしょう。そのうち自動撤去モッドを入れるので、廃墟問題は解決することでしょう。では土地開発の間、前回アンロックされた条例をご紹介。追加されたのはペット禁止、禁煙、公園レクリエーションの3種類。ペットはゴミの量低下、禁煙は健康上昇、共に幸福度を低下させます。公園レクリエーションは、公園周辺の地価をちょっぴり上げ、公園維持費が2割増えます。安い公園なら入れた方が良さそう？
4800人突破。この目標ですが、マップごとに若干上下するようです。アンロックされたのは各種道路、遠方エリアへの移動が便利な高速道路も入ってます。他にはバス、高度な風タービン、墓地、奨励はリサイクル奨励とレクリエーション利用になります。まずは墓地を建てましょう。霊園なのにタダじゃないのか。墓地がないと死者を弔うことができず、健康被害が出るようです。そんなバカな。設置8000、維持160、破壊指数3150。かなり広範囲に届くので、郊外においても問題はありません。一応幸福度上昇もするようなので、住宅地からそこそこ近い場所にするといいでしょう。条例のリサイクル奨励はゴミの量低下と幸福度減少。レクリエーション利用は公園を活用し、地域を活性化します。具体的には税収増加、観光収入増加、犯罪率低下。いい条例だー。ただし警察予算が 15% 上昇します。大きい警察本部があるところではちょっと使いにくいですね。バスは都市発の公共交通網です。設置3万、維持720と高めですが、バス代が財政に加算されます。維持費を超えれば、晴れて黒字経営というわけです。これには市長もご満悦。高度な風タービンは設置12000、維持200。発電量最大20メガワットで運用できるなら、石炭より効率的。高度なタービンなら2つ、通常タービンなら4つで同じ発電量、維持コストも同じ。運用しづらいなぁ。最後に区画設定で、工業がアンロックされています。地下帝国プレイには欠かせない仕事ですね。なんじゃかじゃと言ってる間に、微笑みに丁目は半分ほど完成しております。一丁目より中心を大きく取って、を設置しようと模索中。そういえば市役所はないんですかね。ユニーク施設扱いなんでしょうか。調べたところ、市役所に該当する施設はなさそうです。住民は市長 X から指示を受けた、仮面のフード男でも崇めてるんですかね。さて、中央エリアに公共四天王を作っていきます。人手不足で商店が潰れておる。廃墟を掃除を掃除。少しずつでも世界をさっぱりさせんとな。なかなか、順調じゃねえか。ようやく高校の出番です。設置24000、維持560、生徒数千で建物も大きめ。勝ち組を目指すギークやナード、それを蹂躙するジョックが闊歩するミニマムワールドです。後々追加されるオフィス街をメイン収入源と考えるなら、高校や大学は必須施設でしょう。拡張についていけぬ。電力不足なれば、増築にて。高校を建てて市民を勝ち組へ誘おうというのに。なぜそれがわからん。ひとまず高校は後回しにして、紛失した問題を一つずつ片付けていきましょう。翔陽君は、需要が高いと思って建てるとすぐ廃業し出すやんちゃなので、扱いに困ります。工業需要が高まっているので工業地帯を増築。汗水垂らして働いてくれよなぁ。頼むよ。次回から農業に着手するので、今後こちらの工業地帯は活躍する機会がなさそうですね。電力に続いて水も不足気味に。じゃけんポンプをポンと立てましょうね。お出す下りの管なんてくだらないこと言ってないで。川がすっかり汚物まみれですね。下流の動物が死滅してそう。工事完了です。ので現在の財政をチェック。ついに収入が1万の大台を突破。支出が増えたので利益はトントンです。また増築の甲斐あって、工業が商業を追い抜きました。すぐ抜き返されそう。ようやく高校設置。小学校は併設しましたか。小
業がボンガボンガ潰れてますが、こりゃ労働力が全部工業に流れてますね。これでもだいぶ少なくしたと思うんですが、住居不足でしょう。では資金が貯まるまでカット。これが現在の微笑みシティです。右側がちょっと汚すぎんよう。微笑み2丁目はだいぶゆとりのある作りになりました。景観も綺麗、舗装された道路、小屋はワンランク上ですね。間違いない。本当はこんな風に区切らず、都市全域をうまいことつなげるのがいいのでしょう。この格子状区画は、例えるならマイクラの豆腐建築みたいなものです。独創性とは実際無縁。次回は左エリアに挑戦です。農業に乗り出しますよ、エッサホエサ。あ、そうだ。微笑み2丁目の区画も設定しましょ。現在2丁目の住人は2080名。大体都市の半数といったところでしょう。住居、商用が共にランク2に差し掛かっています。丁寧な空間作りが効いてる。はっきり姿勢の姿勢がいいんだね。といったところで今回は終了。2本立てだよ村おこし第3部、始まるよ。微笑み2丁目が完成したところからスタートです。左上のアイコン一覧から、マップの公用源をチェックしましょう。黄色が農業、緑が林業、青が公用、黒が石油化学に適した土地となります。このマップでは、鉱石と石油は右、林業や農業は左側が適しているようですね。左側に進出したのは実際大正解だったようです。ついでに現在の汚染度をチェック。と紅葉によってだいぶ汚染が進んでいます。バッチリ。最後に交通網の渋滞具合。やはり外部道路との接続口が混み合っていますね。仕事場である工業地帯へ続く道路が限定されているので、どうしても渋滞するようです。ま、ちょっとぐらい仕事に遅れてもバレへんか。左側、肥沃な大地へ向けて。行くぞ！まずは接続口となる1丁目、2丁目の間を円形交差に差し替え。そこから左側道路に向けて、6車線道路をドバーッと出したんや。これが今後メインストリートになることでしょう。道路北部、肥沃な大地に砂利道を走らせます。全域を囲うよう、斜めにしましょ。よくよく見ると、肥沃判定の地面は平らで、色が薄い緑になっていますね。栄養豊富で、牧畜や田畑に適しているってことでしょうか。一体どんな農業になるのか、楽しみだなぁ。いずれは、低密度住居のみ、一面農業地帯、農民プレイもやってみたいですね。そういえば、建物グラフィックの追加もあるそうです。有料か無料かはわかりませんが。近未来風と、他にもいくつか候補があるとか、素朴な家屋も導入されませんかね。鉄、石、コンクリート。もいいですが、木造の家と大規模な農場というのも、多少はね。斜めの道とかぶらないよう、ちょっと左にずらして道を追加。かなり広大な農地になりそうですね。全部稼働させるのに、どれだけのマンパワーが必要になるやら。最後に中心を通る道を作り、工事完了です。砂利道が混雑しないよう、内側に道路を走らせます。最優先は農家のトラクターだって、それ一番言われてるから。あ、そういえば本編にもモッドを導入しました。以前から触れていた廃墟自動撤去と、青い鳥削除です。ピロピロうるさかったからね。仕方ないね。南部まで道路を走らせます。ここに農家の皆さんを呼び集めましょう。さて、この動画の最終目標ですが、10万人都市と定めようと思います。うまい具合に進めば、大まかなゲーム内容を説明しつつ、その10ぐらいで完結できることでしょう。ほら、見ろよ、見ろよ、ほら。
一大農業地帯、微笑み牧場の完成です。では試しに、右上に最初の農業地を設定しましょう。さて、嬉し恥ずかし、ショコ落書きタイム。あ、そうだ。農地を作っても働く人がいなきゃ意味ないぞ。あ、まず木村さ、さっき祝った時にさ、中野さん風呂来なかったかな。だけ夜行きましょうね。あ、そうだな。ありがとうございます。覚悟完了。東方に干渉の用意あり。あの子がネイロ。微笑みの村に農家が来た？イエスか農家？なんだかパッとしませんね。もっとこう、小麦畑とか、牛さんも思うとか、そういうのがあるのかと思ったのですが。まだまだできたばかりですから、いい感じのパターンを逃しただけかもしれません。もうちょっと待ってみましょ。お、農作物を保存しておくサイロですね。これはグーですよ、グー。それ以外は特に目星いものはなさそうですね。もう一枠作って、完成する頃に再度見に行きましょう。おっと、水道を通しておりません。インフラしっかり作ってほらほら。農地と住宅地の間に空間が空いてしまいましたが、心配込むそう、私にいい考えがある。中洲のように道路を作り、そこを商店街とするのだ。農場の作物を直売する、微笑み商店街として観光客から村人まで、みんなハッピーな空間になることでしょう。農業は汚染こそ起こしませんが、どうやら騒音がひどいらしく、近くに住宅地を作ると地価が著しく下がります。なので商用地などでワンクッション置いてあげましょう。商用地も騒音は出るんですけどね。さて、成長した牧場はどうなったかな。牛さんと、豚がいる。これだよこれ、求めていたものは。ブーモーブーモーとやかましいですが、ここを眺めてぼーっとしていなぁ、俺もなぁ。現在の財政は、わお、利益が、5000ドルもあるじゃない。これだけ財政に余裕があれば、バスに手を出してみるのもやぶさかでない。反応した。じゃ姿勢の失勢に戻りましょう。途中で言いましたが、農家を増やすために、周辺に大量の住人を呼び込む必要があります。住人が増えれば商業需要も上がり、商店街は潤い、また位置関係から、人手が足りなくなる心配もないでしょう。こうしてみると、1丁目、2丁目、牧場、新住宅地の位置関係は良好ですね。よかったよかった。このまま左に展開していくとして、いずれ解放される高密度関係は、どのあたりに作っていくか。これはちょっと考えどころですね。若者は農家に興味なさそうですし。おっと、ついに微笑みシティは5500人を突破したようです。規模が大きくなってきましたねー。次の目標は7500人、ビッグシティです。アンロックされたものは、多すぎー。道路各種、既存のものに街路樹がついた道路ですね。外観が良くなって、環境も若干は上がるんでしょうか。そして公共四天王のでかい版です。
範囲が上がって費用も超高いよ。こちらはユニーク施設のアンロック一覧。条件は優しいものから厳しいものまでいろいろ。と、言ったところで今回は終了です。次回はバスに挑戦。それでは皆さん、お達者でー。